皆さん、こんにちは。このビデオは、みんなの日本語中級1第7課文法のナンバー4です。じゃあ、始めましょう。まだ、第7課の語彙と文法項目1、2、3を勉強していない人は、先にそちらのビデオを見てください。下にリンクが貼ってあります。みんなの日本語中級1第7課文法項目の4では、かなを勉強します。かなは終助詞の一つです。終助詞は文の終わりに使われる助詞。助詞はパーティクル。ここではかなの3つの用法、用法は使い方、usage。3つの用法を勉強します。1つ目は自問。自問は自分に質問します。自分に聞きます。ask oneself。2つ目は間接的に質問。間接的に indirectly。間接的に誰かに質問をします。これはソフトな質問の仕方です。3番、間接的に依頼、許可。間接的に indirectly 依頼をします。 ask request。 それから許可を求めます。 ask permission。 まず形、フォーム、形の練習をしましょう。かなの前はプレインフォームです。バーブ、動詞、イアジェクティブ、イ形容詞、ナアジェクティブ、ナ形容詞、ナウン、名詞のプレインフォームです。ナアジェクティブとナウンのダはオミットします。ダは省略されます。練習。まず動詞です。行きます。行くかな、行かないかな、行ったかな、行かなかったかな。イアジェクティブ、イ形容詞、高いです。高いかな、高くないかな、高かったかな、高くなかったかな。ナアジェクティブ、好きです。好きかな、ナアジェクティブはダを取ります。好きかな、好きじゃないかな、好きだったかな、好きじゃなかったかな。ナウン、名詞、名詞もダを取ります。雨かな、雨じゃないかな、雨だったかな、雨じゃなかったかな。1つ目の使い方、用法は自問です。自問は自分に聞きます。 I wonder。 家を出るとき、窓から空を見ました。窓から空を見ました。暗いです。空が暗いです。自分に聞きます。雨が降るかな？ I wonder it will rain。 傘を持って行こうかな？持って行った方がいいかな？持って行かなくても大丈夫かな？どうしようかな？雨が降るかな？は雨が降りますか？これは自分に聞きます。雨が降るかな？傘を持って行きましょうか。傘を持って行こうかな。持って行った方がいいですか。持って行った方がいいかな。持って行かなくても大丈夫ですか。持って行かなくても大丈夫かな。どうしましょうか。どうしようかな。かなの前はプレインフォームです。もう一度、雨が降るかな。傘を持っていこうかな。持っていった方がいいかな。持っていかなくても大丈夫かな。どうしようかな。どうしようかな。What should I do? 練習に。二郎くんはカレンさんが好きです。二郎くんはカレンさんが好きです。二郎くんは今、自分の部屋でカレンさんのことを考えています。
次郎くんはカレンさんをデートに誘いたいです。誘います。インバイト。次郎くんはカレンさんをデートに誘いたいです。カレンさんをデートに誘って一緒に映画を見に行こうと思っています。次郎くんは考えます。レイ、カレンさんはどんな映画が好きですか？カレンさんはどんな映画が好きかな？次郎くんはまだカレンさんのことを考えています。次郎くんはまだ still カレンさんのことを考えています。そして自分に聞きます。カレンさんは僕と映画に行ってくれますか？カレンさんは僕と映画に行ってくれるかな？カレンさんは僕と映画に行ってくれるかな？2番、映画の後食事に誘いましょうか？映画の後食事に誘おうかな？映画の後食事に誘おうかな？次郎くんはまだカレンさんのことを考えています。カレンさんはどんな服を着てきますか？デートをするときカレンさんはどんな服を着てきますか？カレンさんはどんな服を着てくるかな？カレンさんはどんな服を着てくるかな？4番、僕はどんな服を着ていきましょうか？もしカレンさんが OK と言ったら、僕はどんな服を着ていこうかな？僕はどんな服を着ていこうかな？カナの2つ目の用法は間接的に質問します。明日はテストです。A さんは B さんと話しています。A さんが言います。明日のテストは難しいかな？簡単かな？どんな問題が出るかな？これは A さんは自分にも聞いています。自分に聞きながら。Indirectly、間接的に B さんにも聞いています。明日のテストは難しいかな？簡単かな？どんな問題が出るかな？明日は C さんの誕生日です。C さんは A さんと B さんの友達です。A さんと B さんは C さんにあげるプレゼントを買いにデパートへ来ました。A さん、プレゼント何がいいかな？B さん、そのシャツはどうかな？そのシャツはどうかな？どうですか？どうかな？ A さん、色はどれがいいかな？色はどれがいいですか？ B さん、緑のはどうかな？緑、グリーン。緑のはどうかな？どうですか？ A さん、うん、いいと思う。I think it's good.Please note, カナは友達、家族、下の人に使うのは OK です。でも、上の人に使うと失礼、rude, impolite になります。ですから、上の人に使ってはいけません。友達、家族、下の人に使ってください。もう一度 A さん、プレゼント何がいいかな？ B さん、そのシャツはどうかな？A さん、色はどれがいいかな？ B さん、緑のはどうかな？ A さん、うん、いいと思う。練習に、例のように A さんと B さんの会話を完成させてください。完成、complete。例、A さん、イアンさんの送別会だけど、送別会、farewell party。いつがいいかな？
B さん、来週の土曜日はどうかな？1番、場所はどこがいい？駅前の中華レストラン。中華は中国。中国料理のレストラン。A さん、イアンさんの送別会だけど、場所はどこがいいかな？ B さん、駅前の中華レストランはどうかな？もう一度、イアンさんの送別会だけど、場所はどこがいいかな？ B さん、駅前の中華レストランはどうかな？ 2 番、プレゼントは何がいい？日本人形。A さん、イアンさんの送別会だけど、プレゼントは何がいいかな？ B さん、日本人形はどうかな？カナの3つ目の使い方は、間接的に依頼をしたり、許可を求めたりします。まず、依頼の勉強をします。間接的に依頼をします。Indirectly ask request。A さんはコピーをしています。A さんはコピーをしています。そこへ B さんが来て言いました。B さん、これもコピーしてくれるかな？ I wonder if you can copy this also. Or I wonder if you could. くれるの代わりにもらえるも OK です。これもコピーしてもらえるかな？それから、くれないかな？ネガティブフォームを使うことも OK です。これもコピーしてくれないかな？これもコピーしてもらえないかな？ないフォームを使うと少し丁寧、ポライトになります。もう一度。これもコピーしてくれるかな？これもコピーしてもらえるかな？これもコピーしてくれないかな？これもコピーしてもらえないかな？練習3、例。これもコピーします。これもコピーしてくれるかな？これもコピーしてもらえるかな？くれるともらえるの2つを練習してください。1番、ちょっと手伝います。ちょっと手伝ってくれるかな？ちょっと手伝ってくれるかな？ちょっと手伝ってもらえるかな？ 2 番、あ、小銭がない。小銭は細かいお金、スモールチェンジ。100円貸します。小銭がない。100円貸してくれるかな？あ、小銭がない。100円貸してくれるかな？もらえる？あ、小銭がない。100円貸してもらえるかな？今度はないフォーム。くれないかな？もらえないかな？を練習してください。例、この荷物、向こうへ運びます。運びます。carry, move, 向こう、over there. この荷物、向こうへ運んでくれないかな？この荷物、向こうへ運んでもらえないかな？ 3 番、この漢字の読み方を教えます。この漢字の読み方を教えてくれないかな？この漢字の読み方を教えてくれないかな？この漢字の読み方を教えてもらえないかな？ 4 番、ミラーさんの送別会で挨拶をします。挨拶は2つ意味があります。1つはグリーティング、もう1つはショートスピーチ。ここではショートスピーチ。ミラーさんの送別会で挨拶をしてくれないかな？ミラーさんの送別会で挨拶をしてくれないかな？ミラーさんの送別会で挨拶をしてもらえないかな？
3つ目の用法のもう一つの意味、間接的に許可、パーミッションをもらう練習をしましょう。例、花子ちゃんはハサミを使いたいです。でも、ハサミがありません。太郎くんに言います。花子、そのハサミ使ってもいいかな？ I wonder if I could 使ってもいいですか？そう、パーミッションをもらいます。使ってもいいかな？そのハサミ使ってもいいかな？太郎くんは言います。はい、どうぞ。もう一度、花子さん、そのハサミ使ってもいいかな？練習4。例のように A さんの文、A さんの言葉を言ってください。例、そのハサミ使います。A さん、そのハサミ使ってもいいかな？ B さん、どうぞ。1番、このクッキーちょっと食べます。A さん、このクッキーちょっと食べてもいいかな？このクッキーちょっと食べてもいいかな？ B さん、どうぞ。2番、ごめん、ちょっとトイレへ行ってきます。A さん、ごめん、ちょっとトイレへ行ってきてもいいかな？ごめん、ちょっとトイレへ行ってきてもいいかな？ B さん、どうぞ。3番、ここでタバコを吸います。A さん、ここでタバコを吸ってもいいかな？ここでタバコを吸ってもいいかな？ B さん、ごめん。タバコは外でお願い。Outside, please. タバコは外でお願い。もう一度 A さん、ここでタバコを吸ってもいいかな？ごめん。タバコは外でお願い。4番、ごめん、ちょっと用事ができたから、今日のデートキャンセルします。A さんです。A さんは彼女。彼女は B さんです。彼女に電話をしています。A さん、ごめん、ちょっと用事ができたから、今日のデートキャンセルしてもいいかな？ごめん、ちょっと用事ができたから、今日のデートキャンセルしてもいいかな？ B さん、構わないわよ。構わないはいいです。という意味です。いいわよ。構わないわよ。I don't mind. もう一度 A さん、ごめん、ちょっと用事ができたから、今日のデートキャンセルしてもいいかな？ B さん、構わないわよ。今日は以上です。お疲れ様でした。